明けましておめでとうございます。どうも阪神西宮です。実は正月に出す予定だったんですが、面倒だったので放棄してたら数日経っていました。で、今回は正月なので始発に持っていて、この列車は新海駅まで行く465列車です。せっかくなんで新海駅まで持っていこうと思います。新海駅に着きました。ここで折り返すので改札を出ます。そしてまた入ります。通線300系の普通、新海地域が到着します。通行系統の車両が新海地域、普通に入るのはこの運用だけで、しかも早朝のためなかなか撮影するのが難しいです。2022年12月までは新海地発の快速通行があり、これに送り込みを兼ねて線系や通線系の新海地域、普通が土曜通日に3本運転されていました。しかし、ダイヤ改正により神戸三宮発となったため、今では見ることができません。さっきの普通に乗って高速神戸まで戻ります。高速神戸に着きました。3番線に移動したのは、1日に1本しかない3番乗り場から発車する直通特急を撮影するためです。この直通特急、実は名称詐欺で阪神本線に乗り入れない直通特急です。つまり阪神に直通しない直通特急です。阪神西宮の推測になってしまうのですが、スマウラ公園以降には阪神特急が乗り入れるのですが、停車駅が違うため乗客の誤な乗りを防ぐためではないかと考えられます。この直通特急は高速、神戸で大阪方面からやってきた普通に連絡します。この日は5700系、5703F でした。高速、神戸で阪神電車の車両が対面で並ぶのは違和感しかないですね。今から気づいたんですけど、この通線300系、ラストナンバーですね。連絡した普通が先にルーキー線に入ります。並走を期待してたんですが、しませんでしたね。5700系はの発車と同時に通線300系のドアが閉まります。これ、タイミングが合えばやっぱり並走しそうですね。そのうちリベンジに来ようと思います。さて次にやってきたのは回送列車なのですが、よりによってまたしても通線300系。通線300系は3編成しかいないのに遭遇率良すぎないですか？この回送列車は石屋川からやってきていて、折り返し高速、神戸発の特急になります。次は阪急電車の準特急です。京都線に行くと結構見れる印象がありますが、神戸線では少ないです。早朝と夜間のみ運転されています。この種別は特急の停車しない、六甲と塚口に停車します。ちなみに、通勤特急はこの列車の隣、六甲以外は、停車駅が同じだったりと、阪神とは種別の考え方が全く違う、阪急の考えがよく表れています。そんな準特急ですが、神戸線、早朝の準特急は1本しかないので、撮影は難しいです。この日は7000系、リニューアル車の 7022F でした。4番線に5700系の回送列車が入線してきました。この列車も石屋川から回送されてきていて、折り返し普通列車の大阪梅田行きとなります。こうしてみると5700系もとても増えましたね。続いては隣のホームから阪急8000系の 808F が発車です。阪急は詳しくないので間違っているかもしれませんが、この 808F は額縁スタイルでは少ないシングルアームパンタグラフを搭載していたような気がします。次は同じく 8000系 8002F 復刻塗装編成ですね。両方ともヘッドマークがついていて良いですね。実は高速神戸には乗務員が線路を渡るためか、地下では珍しい積み切りが設置されています。まあ一般の人は渡ったらダメなんですけどね。今発車していったのは上り1本目の直通特急です。この列車は姫路発ではなく東二見発なのですが、本来山陽の車両で運転されているはずなのですが、阪神8000系ですね。調べてみたところ、山陽5000系がリニューアルなので編成が不足しているので、代わりに阪神8000系が内装していたようです。ちなみにその少し前に 5725F を撮影したのですが、動画を撮るのを忘れていました。そろそろ帰るので、普通列車に乗って帰ります。そういえば、エンディングが少し変わったので、ぜひ見てください。ご視聴ありがとうございました。